サミュエル・ B ・ロバーツは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの48番艦。艦名は、ガダル・カナル島の戦いで戦死したサミュエル・ B ・ロバーツ、定長にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目、サミー・ B ・サミー・ B の愛称で呼ばれる。サミュエル・ B ・ロバーツは1984年5月21日に、メイン州のバス鉄工所で寄港する。 1984年12月8日に浸水し、1986年4月12日に、ポールエックス・リン艦長の指揮下収益した。1988年1月に、母校のロードアイランド州ニューポートから出港した、サミュエル B ・ロバーツは、ペルシャ湾に向かい、イラン・イラク戦争において、アーネスト・ウィル作戦に参加する。任務継続中の4月14日、ペルシャ湾の中央部で、 サミュエル B ・ロバーツは M-08 機雷に接触、損傷する。この海域を数日前航行したとき、機雷は見当たらなかった。機雷の爆発で船底部に直径およそ5メートルの穴が開き、機関室へ浸水し2機のガスタービニーエンジンがマウントから外れた。乗員たちは5時間にも及ぶ消火及び排水作業を懸命に行い、間を維持した。 10名の水兵が爆風で負傷し、6名が1日、休養後に復帰、4名はドイツのアメリカ陸軍病院に送られ、最終的にはアメリカの医療施設に送られた。アメリカ軍の潜水婦は直ちに付近の機雷を除去し、それらの投資番号が前年の9月にイラン海軍の機雷付設艦アジャールによって付設されたものと一致することを確認した。 4日後、アメリカ軍はプレイングマンティス作戦を発動し、艦艇、航空機及び地上兵力により、イラン海軍の石油施設を破壊し、フリゲート一隻を、撃沈、もう一隻を大破させた。アメリカ軍は、海兵隊のヘリコプターを一級失い、乗組員2名が死亡した。損傷を受けた船底、マイティサーバント2により運搬される。 サミュエル・ B ・ロバーツサミュエル・ B ・ロバーツは、オランダの海運会社が保有する班、水中重量貨物機重機船、マイティ・サーバントに,によってニューポートに運ばれ、その後バス鉄工所で修理された。修理は、湾岸戦争に間に合わせるため得意な方法で行われた。機関室部分は、船体から切断され、新しいユニットが、ジャッキアップされ、接合された。 1991年8月30日、ジョーゼフ・エー・セスタック艦長が就任した。セスタックは1993年のバッテンベルクカップで大西洋艦隊における最優秀水上戦闘艦指揮艦として表彰された。2015年5月22日退役。ありがとうございます。